はい、それではよろしくお願いします。今日は水やり管理 IoT ということで発表させてもらいます。まず簡単に自己紹介なんですけど、私あの隣の市でキュウリ作ってます。あの本業はキュウリ農家で、どちらかというと、まあ、家族経営のちょっとこじんまりとした農家やってます。で、周年祭は年3作キュウリばっか作ってます。で、もともとはですね、私組み込みエンジニアをやっておりました。過去7年ぐらいですね、自動車の開発をの、まあ、プログラムを作るような、ずっと仕事やってました。で、まあ、最近はですね、まあ、地元の工場のお手伝いとかもやったりするんですけど、あとですね、あとまあ個人でメーカーやってます。キュウリの選別機っていうのをあの個人で開発したりとかしてます。で、あとですね、去年10月から学生になりました。実は峰野先生の研究室に入って、今日の発表者全員峰野の関係者だっていう実はいうことです。で、あとインターフェースと私、インターフェースはですね、実は2年前ぐらいから書かせていただいてましてですね、もともと書き始めたのはその通り作っていたキュウリの選別機、2号機なんですけど、その記事を作ったというのがきっかけになります。もともと個人でブログやってて、ブログでまあこういった記事書いてたんですけど、ある日突然メール出してちょっと書いてみないみたいな。で、初めはですね、まさか自分が書くとは思わなくて、ちょっと誰かライターさんが他にいて書いてくれるのかなと思ったんですけど、俺が書くのかみたいな感じでちょっと戸惑ったのを覚えてます。で、その後ですね、割といわゆるディープラーニングの話題であったり、農業関係、農業 IoT の、話題を、主に、執筆しております。で、まあ、最新号でもですね、 IT 農家のディープラーニング奮闘ということで、ちょっとしたこれは枝豆の、選別機の記事を、連載、中でございます。で、今日はですね、以前この IT、農耕実験で書いた水やり管理 IoT ということを、メインに、ちょっと、ご紹介しようかなと思ってます。で、まずですね、その水やりの見える化っていうのを、今回テーマにしたんですけれども、まあ、農業って、結構水やりって非常に重要な、作業でして、しかもその勘と経験が必要なところで、水やり10年とか言われてたりします。っていうのもですね、割とそのまず基本は枯らさないために水をやるっていうのはもう当たり前なんですけれども、例えば水をやりすぎるとですね、例えば根が腐ってしまったりだとか、あとですね、こう積極的に根を張らせるために水やりをちょっとコントロール、水の量をコントロールして、うまくこう根を張らせてあげるというのが非常に重要になってきたりします。で、先ほど峰野先生の発表でもありましたけど、例えばトマトの品質を上げるための水やりとか、まあ、いろんなその枯らすためじゃない水やりのやり方っていうのがあってですね、まあ、そういったものを覚えるのが非常に、まあ、難しいとか面倒くさいっていうところがあります。で、まあ、うちもそうなんですけど、結局水やりってどうやって基準、どんな基準でやるのっていうのを、まあ、親父に聞くんですけれども、まあ、その天気とか季節とか温度とか土の乾き具合とか見てやるんだよって言われるんですけど、じゃあそれがどういう時にどんだけやればいいのって聞くとですね、あ、そんなん見たらわかるじゃんっていう感覚の感覚、つまりその見たらわかるじゃん、やればわかるっていうのが、まあ、基本的にはそういう世界なので、なんかこれはハードだなっていうことがありましてですね、まずはこのいつに水やりをやってるのかっていうのをまず見える化っていうところが第一歩だろうということで、まあ、こういったものを作ろうと思いました。で、初めの一歩としてこの水やりの見える化の仕組みで考えてもですね、こんな、構成になってまして、まあ、うち蛇口がついていて、ハウスの各の上のところに、でそこをひねって水を出すんですけれども、完成するんですけれども、まあ、そこの蛇口のところにですね、その水流計センサーをつけまして、まあ、水が流れたらそのセンサーの値を取って、それを、インターネット上のクラウド上に飛ばして、ここで、データを取りためていくような仕組みを作ろうということで、まあ、こんな感じの仕組みを作っています。で、使ったセンサーなんですけど、これ水流量センサーで、空き付き電子で、これが1000円ぐらいかな、1000円ぐらいで買ったやつで、割と、で仕組みはですね、この中にいわゆるその磁石がついた水車が入ってまして、水が流れると磁石が回転する、つまり N 極 S 極がどんどんこう回転するわけですね。それを、センシングするためにホールセンサーというのがついてて、それでいわゆる磁場の変化をこのパルスに変換するというようなセンサーになっています。なので水が流れるとこんなパルスがこう流れるような
で1回転すると1パルスで、速くたくさん水が流れるとこのパルスの間隔がどんどん狭まっていくので、まあ、周波数で流れた水の量が分かるというような仕組みのセンサーになっています。で1分間に1リットル流れるとだいたい450回転ぐらいというのがまあ使用で決まっています。なので、まあ、これ安かったので、まあ、これを使って作ろうかなということでこれを使いました。ただですね、入り口が非常に小さかった。でコースもでかいんですね。なのでちょっとこのままじゃつけれんなということでこんな、アダプターを作りました。これも 3D プリンターでここから水が流れてくるとそれを二股に分かれて上に流れると下に流れる、まあ、こんな感じでアダプターを作って、まあ、コースに取り付けるということをやっています。で、実はですね、別にそんなことしなくても探せばたくさんいろんなサイズ売ってて、ちょっとやりすぎたなって思うんですけど、あの普通にあのアリエクスプレスでいろんなサイズ、大体このサイズだと2000円ぐらいで売られてて、もっとあの小さいサイズも売ってます。これ300円ぐらいで買えるんですけれども、まあ、こういったものを使えばよかったなっていうのがあって、まあ、あの非常に、まあ、安価に使えるようなセンサーになっている。でじゃあこのセンサーがの信号を受け取ってどうするかというところで、考えたのがこの ESP32 っていうのの開発ボードを作って、センサーの値を受けてそれを Wi-Fi で飛ばしてあげるというような装置を作りました。で、これです、なんですけどもともとですねこの ESP32 の開発ボードもですね割とそのいわゆる非常に安価でコンパクトな IoT のなんか開発するために、使える開発ボードになってまして、まあ、こういった時に使うのはまあ最適だろうということで選んでます。で、これ結構省電力で動くので、まあ、だったらということで、まあ、電池で動かしてやろうということで、炭酸アルカリ電池3本 4.5V で、駆動してます。で、ちょうどですねこの内部にですね、ボード内にいわゆるその 4.5V からこれ動作電圧は 3.3V なので 3.3V に、を作ってあげる、レギュレーターが入ってたので、まあ、これに通してあげて、動かすということをやってます。でセンサーを取り付けてセンサーのパルスを、入力してあげる。でもう一つですね電池の電圧あの電池がどんだけ減ったかというのをモニターしたかったので電池の電圧もモニターするような入力を、この ESP32 というボードに入れてあります。ただ電池はですね 4.5V で、こいつ自体は 3.3V で動かさないといけないので、うん、入力するときに、いわゆるその抵抗を使って分圧ですね、うん、3分の1を電圧にして入れてあげるというような仕組みになっています。で、こいつのですね、まあ、制御のポイントとしてはですね、やっぱりその消費電力を少なくして長く使いたいということがあったのでなるべく消費電力を節約するためにマイコン自体にディープスリープモードというのが搭載されています。それをうまく活用してですね、Wi-Fi の送信時にはだいたい使用スペック上は200ミリアンペアぐらい流れるんですけれどもディープスリープモードにすることで100マイクロアンペアぐらいにすることができるということでなるべく動かしている間は常に寝ているという、制御をしています。で、ですね、水が流れ出して水車が回ってパルスが入ってくるとそこで初めて起きてモニターして信号を飛ばす。で飛ばした後はまた寝に行くというような制御になっています。ただですね、水が回った時だけに起きるとですねその前に電池がなくなっていて死んでたということがあるので、まあ、しかつ確認のために間接ウェイクアップといって1時間に1回必ず起きて自分の電圧をこうサーバーに飛ばしてあげるというような制御を入れています。割とこの辺はですね組み込みの開発やってる人だったら割と馴染みがあると思うんですけれども、いわゆるその安電流制御とかいうところの話になります。なるべくその電源を1回入れたらもうずっと動き続けないといけないようなシステムを開発するときには、まあ、こういったようないかにこう長期電力を少なくするのかというところの設計が必要になってきます。で使ったのはですね、基本的にアルディーノコアっていう C 言語で開発できるような、制御プログラム、まあ、
を使ってます。で、ESP32 自体はですね、まあ、この C 言語で開発するのと、もう一個マイクロ Python つって、うん、Python からでも開発できるような、まあ、開発環境がありますので、まあ、どちらもこのディープスリープモードを対応している。おそらくマイクロ Python もですね、対応していると思うので、まあ、こういったところを考えながら使うと、まあ、省電力で動かすようなことが、できるようなものになっています。で、完成したセンサー部がですね、まあ、こんな感じで、ここに ESP にあの電池くぐりつけてこんな感じで挟むっていうような仕組みになります。で、次あの通信ですけど、そこから、センサーから飛ばした、Wi-Fi でつなぐ先ですっていうのはですね、今回はですね、もう Wi-Fi ルーターそのまま使っちゃいました。ビニールにくるんでポンって使っちゃいました。で、電源もですね、実はですね、あの電源つけちゃいました。あの別にこのためにつけたわけじゃないんですけど、だいたいこのぐらいの、今、装置を作るとだいたい8万円ぐらいで、あのつけれます。で、8万円ぐらいでこの電源のところに石つけて、で、20ワットぐらいの契約なんで、まあ、月々 のランニングコストはその数百円ぐらいで使えるんですけれども、まあ、結局つけちゃったんで、別に電池なくてもよかったじゃんっていうのはあるんですけど、初めはこれなしで本当は作るつもりだったんですけど、もうつけちゃったんで、まあいいかということで、Wi-Fi で。で、バイト、畑ってやっぱり電源問題って言って、電源がないんですね。で、なんで、例えばですね、私もともと考えたのは、これあの現地で、ね、Wi-Fi でつなぐ先をですね、どうせ私毎日畑行くので、いわゆるテザリングで飛ばしちゃえばいいんですよね。それが多分一番あの安上がりかなと思ってます。ということで、普通に通信部はですね、Wi-Fi フィルターを作って、あのソラ君を使って飛ばしてます。で、次、この飛ばされたデータをどの貯める場所っていうのは、クラウド側で、私は Google、クラウドプラットフォームっていうのを、まあ、よく使ってます。っていうのもですね、やっぱり安い、やっぱりタダで使えるっていうのがね、一番手軽ですね。うん、センサーから取った、水流量データと電圧によったデータっていうのを、受けるための、まあ、受け口として Google Functions っていう、ですね、まあ、あのいわゆるそのイベント駆動のサーバーレスと最近一応流行りだと思うんですが、サーバーレスって言ってクラウド上にまあ自分の関数を、ホスティングするっていうような仕組みがあります。 AWS 使ってる方はラムダっていう人分かると思うんですけど、まあ、そういったようなサービスがあります。なので、こいつから普通にそのブラウザを開く HTTP のポストプロトコルを使ってこの Google Functions につなげてあげるということをやってます。で、データを投げると、ポストで投げると、このファンクションがそのを、メッセージを受け取って、ビッグクエリーっていう、これもあのいわゆる、まあ、データベースです。データベースにデータを保存してくれるっていうことをやっています。で、これもですね、ビッグクエリーで何がいいっていうと、データ容量月々10ギガまで無料なんですね。センサーデータ、大した無料じゃないんで、これもここも無料で使えますし、これとらに200万回まで無料。で、こっちも無料で使いますし、ということで、使ってます。で、最終的にはですね、その貯めたデータを、今度はデータポータルって、これもですね、無料で使える BI ツールっていうのがあるんですけれども、せっかくなので、こっちはね、これちょっとまた別のやつなんですけど、うちはですね、この BI ツール、データポータルを使って、例えばこの今、中の地表情報だとかですね、そういったものをこういったように表示して確認するようにしています。今、キロ200円ぐらいですね、ちょっと値段がですね、かなり落ちてきて、1キロ50分から60分ぐらい入ってるんですけど、それがあれです200円とかですね、今。ちょっとね、っていうような状況ですね。とかですね、まあ、年間の出荷量をこういったふうに、このいわゆるウェブ側で管理するっていうのと無料でできる。嬉しい、まあ、クラウド使うところのメリットかなと思います。で、こういうものを使ってデータを取りためて、まあ、データポータルで見れるようにするというの
仕組みを、まあ、こういう形で作りました。で、実際に動かしたのは、こんな感じですと、水に流すと、まあ、外から見たら分からないんですけど、なんか水車が回って、その上に行った後に慣れてくるというような仕組みになります。で、実際に取れたデータを見てみると、まあ、こんな感じになります、うん、まあ、ざっくり長い線で出してるんですけれども、まあ、こんな感じですね。いつに水をどんなにかけたかというのが、まあ、ざっくりと分かるような仕組みになっています。もうちょっとここ細かく見ていけば、もっと細かく、1分ごとか、1分ごとのデータが見れるようになるんですけれども、こんな感じでいつどんだけ増えたっていうのが、分かるようになると、まあ、このデータと、まあ、実際の自分のやった作業だったりだとか、あとはその時の天候はどうだったのかっていうデータと照らし合わせることで、どういう時にどういう水をどんだけやってるのかっていうのが、まあ、分析できるようになりますよと、まあ、本当に第一歩なんですけど、まずは取ってみる、データを取ってみるっていうのができたかなと思います。で、電池もですね、大体1週間で1ボルトほどの電圧低下だったんですけれども、これ結局ですね、あの1時間に1回 Wi-Fi、まあ、Wi-Fi の通信するときは一番電気組んで、ちょっとやりすぎたかな、1日24回もいらねえなっていう、まあ、この理由であれば。ということで、もうちょっとですね、例えば1日に1回とかにしてれば、すればもうちょっと24分の1ぐらいの電圧低下になるので、もうちょっと長く使える。まあ、電池だけでも普通にセンサーを畑に設置できるようなものが作れるのかなと思っています。あとですね、水流計実際取ってみるとですね、結構1分あたりのデータ見ると、結構水の流れる量がですね、かなりこうばらつきがあるんですね。で、まあ、それなんでかなって考えたときに、なんか難しいんですけど、一つはですね、やっぱり農業用水って結構共用なんで、隣の畑とか、他の畑で水をまくと水圧が下がってちょっと水の出る量が少ないなとか、そういった、ところが、まあ、これで取ってみると分かるというふうな感じになっています。で、失敗で、でこれ本当に失敗したんですけど、あの基本あのですね、3D プリンターで出したプラスチックのものってこう上に積んでいくのにちょっとした隙間がやっぱあるじゃないですか。その隙間からですね、普通はこの内側にこう水が漏れないようにコーティングするんで、それをやるの忘れてこんな感じです。変な穴から水がどんどん出てくるっていう。そう、これちょっと失敗したくなと思いますので、で、もう一個の失敗はプラスチックなんで、さっきも熱の問題ありましたけど、溶けちゃうんですね。今日これ持ってきて、実物持ってきたんですけど、こんな感じでこの、なんですかね、内側にこういったこう締め付けて押さえながら使うんで、どんどんこう、ね、収縮してきちゃうっていう、いつの間にか外れてたっていうということで、プラスチック素材はちょっと使うのやばいよっていう、ABS にすればよかったっていうのがあります。で、まとめです。で、今回ですね、あの水やりの、まあ、第一歩のモニタリング装置として、まあ、ESP32 というので安価なシングルボードと、まあ、無料のクラウドを使って水やりが見える化できたかなと思います。で、ESP32 は、まあ、電池運用でも全然いけるぞというのが分かったというところですね。で、あとですね、まあ、水やり管理 IoT の本当に第一歩だと思っています。ね、まあ、ログデータが集めるようになったので、これをですね、まあ、いろんなデータと掛け合わせて、もうちょっとその水やりのタイミングっていうのをですね、定量的な分析につなげていけることができるのかなと思っています。で、あとはまあ水やり10年を、まあ、5年ぐらいになっていくのかなというふうに思っています。で、今後の水やり管理 IoT の今後ということで、まずですね、今回水量センサー使ったんですけど、あの
結局水流れるとですね、かなり温度が下がるんですね、配管の、うん、なんでそれ別に温度計で取ればよかったっていうのがあって、これでかなり安く簡略ができるようになると思います。あと Wi-Fi やっぱりなかなか扱いづらいので、できれば LPWA 化をしたいかなと思っています。この辺もですね、割とそのアリエクスプレスとか見ると非常に面白いデバイスがたくさんあるんですけど、やっぱり無線だとなかなか日本に持ってきづらいっていうのがあるんですね。電波法の改正に行きたいという感じですということでですね、まあ、これはですね、ゆくゆくはなんか配管にですね、こうピコッと貼り付けるだけで、まあ、別のデータが取れるとかいうようなデバイスが作れればいいかなと思ってます。はい、で最近全然関係ないんですけど、最近は最近はですね、これとは別にですね、畑を疾走するドンキーカーっていう、まあ、自動運転ラジコンですね、うん、っていうのを作っていきます。多分そこに多分提示されてるのは多分 LT 誰かやられるんですかねそう、こんなのを作って畑をですね走らせてます。これ後ろから私がついてるときだけなんですけど、自動運転でカメラの画像を使って、まあ、この腕の真ん中を走るように制御して自分で制御して走っているようなものになります。でこれも基本的にはディープラーニングを使って画像から、画像といわゆる8年の人間がコントロールして、そのコントロールとの紐付けを行って、まあ、こんな感じでそれそうになったらちょっとうまくこう真ん中に戻っていくような、この場合は走り出してます。まあ、まだ直線走るだけなんですけど、なんでゆくゆくはこれになんかいろいろつけてですね、生育状況をモニターするようなものを、まあ、自動的にモニターできたりだとか、あ、自動草取り装置作れればいいかなとは思います。はい、私の発表は以上になります。ありがとうございました。今ですね、キュウリの場合はだいたい今の時期だと、3日に1回か4日に1回ぐらいですね。うちの場合はいわゆるその土耕栽培で土を使って栽培してます。その上にマルチをかけて、キュウリを育ててるんですけども、だいたい4日に1回ぐらい水を結構たくさんかけて、で十分になるぐらいですね。ハウスサイトになります。ハウスだと結構温度が上がったりするんですけど、電力大丈夫ですか？ああ、そうですね、割と大丈夫でした。そう、ちょっと電圧が上がるぐらいですかねそう、日中ちょっとこれがね、電圧が上がってこんな感じということです。じゃあ小池さん、どうもありがとうございました。